キャスの配信お願いしてます。大丈夫ですか、お願いします。はい、FM ギノワンお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は午後5時を回りました。ギノワン市キウナのギノワンヒルズ通りの高台にスタジオございます。 FM ギノワンよりサザンブリーズ木曜日生放送をお送りいたします。お相手は私、東克明と、はい、木曜日アシスタントチャンレナです。よろしくお願いします。お願いします。チャンレナ久しぶり。久しぶり毎回久しぶりな、本当に1ヶ月ぶり、ね、はい、月一女月末の女、月末の女、北島ちゃんで泣きました本当にもうね、リスナーの皆さん、はい、お待ちかね、待ち望んでますよ。あー、やっぱり、やっぱりやっぱそうだよね。思ってただよね。思ってた、やっぱり知ってた本当にメールでも、もう今日はチャレナいますか、いますかって。あー、本当、私も楽しみにしてきましたねえ、はい、お願いします。1ヶ月、はい、この1ヶ月はチャレナなんか何かしてたんですか。そうですね、もうパッタパタでこの1ヶ月がですねいろんなこと目白くて、はい、公共の電波に乗せられないような楽しいことがいっぱいありました。なんだそれは恐ろしい楽しかった、はい、先ほどね、あ、番組始まる前に、はい、僕ちょっと聞きました、はい、載せれません、載せれません気になりますよね、大体こういうのってね、こういうの気になりますよね、でも載せれません、載せれません、いろいろありったっていう、波乱万丈、はい、人生いろんなことあるというところでございますけど、はい、はい、まあね、今日も久しぶりにチャンレナ来ましたから、もうリスナーの皆さんもね、はい、たくさんメッセージいただけると思いますので、うん、お願いします。よろしくお願いしますね、はい、で、今週の、はい、サザンブリーズ投資のメッセージテーマがこちら、夏やり残したこと2018。いやー、平成最後の夏、そうですよ、やり残したことありますかと。なんですかね、聞いてみたいな。はい、あのね、僕やり残したことっていうのが、はい、あのね、甥っ子と姪っ子が僕いるんですよ。あ、はいはいはい、で、姪っ子が上で、5歳かな、あ、5歳になるようになって、うん、でね、で、プリキュアが大好きなんです。あ、そうなんですね。もう大好きで、でもなんかハグッと、そう、ハグッとプリキュアね、はい、でそれを連れてってくれ連れてってくれって言われるんだけど、うん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 、全然行けてない。あー、連れてってあげてハグッとプリキュア、ハグッとプリキュア。でだってチャンレナといえばね、はい、その、まあ、いわゆるショーのお姉さん、はい、まさにハグッとプリキュアやってますか。やってました。やっぱりか、沖縄少ないんですよね。あ、はい、あら、もっと早く。そうか、その情報を聞いててよかったあら、まあ、次どこでやるかとかも決まってるんですか。あ、次はまだ決まってないんですよね。決まってないな。あら、やり、もう来年だったら違うプリキュアになってますよ。やべえ。そう、おめいっ子はね、はい、キュアアンジュが好きらしいです。アンジュ可愛いねそう、なるほど。それ連れていけなかったっていうことがね、話が合いそうですね。はい、悔いが残ってるんですけど、あら、ただまあ8月が誕生日だったんで、うんうんうん、誕生日プレゼントにね、うん、プリキュアからの誕生日カードあれをプレゼントしました。キュアアズマからの、キュアアズマからの、はい、
なんかちゃんとあるんだよね、あの申し込んだらあるやつ。そうそうそう、キャラレターかなんか。キャラレターあるね、このサンタさんからの手紙みたいな。そう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 、もう子供は夢がちゃんと名前書いて、あ、言ったらそこにがあってね、素敵な。そういうのもちゃんと調べて。もちろんですよ。あ、いいですね、送りましたよ。いいおじさんだ。でしょ、いいおじさんでしょだからで自分たちしか知らないような情報をちゃんとそこになんか付け足してメッセージも載せれるの、うん、だから何々ちゃん、本当にこの人から来てるみたいな。何々ちゃん聞いてるよ、英語の勉強してるんだね、偉いねみたいな、嬉しいとかをちゃんと載せて送ったんです。それは嬉しいですね、最初渡した時、うん、誕生日プレゼントだよって渡したんだけど、うんうんうん、あの誕生日プレゼントって言われたからね、おもちゃだと思って、あ、ちょっとがっくりみたいな、あのリアクションがすげえ薄かったあ、もう、うん、素直、うん、おもちゃが良かったって言われてうわーと思ったんだけど、うん、後からあ、ちゃんと読んだ、聞いたら、うんうん、ちゃんと広げて声に出して、うん、すごい嬉しそうに読んでた。本当、それはもうあげてよかったって。それはよかったなと思うんですけども、ね、いいことしますね、はい、ただまあ連れていけなかったと、うん、いうのでね、僕のちょっとやり残したところでございます。なるほど、はい、はい、皆さんからもですね、はい、そんな夏やり残したこと、はい、教えてください。教えてください。まだまだね、まあ8月は終わりますけども、うん、沖縄はまだ夏ですから。そうですね、暑い、やりきれなかったことあるかもしれないけど、やるかもしれませんから、うんうん、ぜひここで宣言してやっていただきたいなと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。お願いします。メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。 FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリスンレディオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスラジでお聞きください。はい、というわけでございまして、お送りしていきます。で今日はね、まあ、なんといってもまたチャンレナが久しぶりに来てるってことは、あの先生、あの先生、お、あの先生も、あの先生、お、あの先生も来てくれるのかなっていうことは、来てくれるかもしれませんの、ね、ね、皆様のお悩み相談も受け付けておりますよ。受け付けてますよ。あの色気たっぷりの先生が、先生がねセクシーに、セクシーな先生がね、悩みをですね解決していただくということでございますので、はい、お悩み相談も、ぜひぜひ お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。さあ盛りだくさんで今日もですね、この後5時56分までお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。さあでは今日の1曲目なんですけども、これがおとつい、ね、サザンブリーズに、ゲストでお越しになっていただいた、ドラゴンゲートプロレスの方々が、はいはいはい、9月の1日2日かな、はい、沖縄の松山名村ホールでね、うん、公演があるんですけども、もうすぐですね、はい、そのドラゴンゲートプロレスのですねオープニングテーマ曲、はい、これねちょっといただいておりますので、はい、ご紹介したいと思います。歌うのがジャムプロジェクトって知ってます？ジャムプロジェクト。アニソンの、うん、要はもう帝王たちが集まる。あ、あの影山博信さんとか、あのドラゴンボール Z 歌ってる人とか、あ、なるほどなるほど、そういう人が歌ってる、まあ、すごいテンションがある、うん、歌でございますので、ちょっとこちらお聞きいただきましょう。はい、ドラゴンゲートプロレスのテーマオープニング曲、ドラゴンストーム。プロレスラー。そう、プロレスの試合が始まるオープニングで、これ流れるんだって。あ、そうなんだ。イベントの興行のオープニングで。おい、シプリームさん、ありがとうございます。お、ミーさん。ミー、大川さん。こんにちは、ありがとうございます。はじめます。あ、エミーさんあ、エミーさんコロコロ変わりますねエミーさん、改めて、ありがとうございます。エミーさんね、ありがとうございます。エミーさんね、昨日メッセージいただいてましたから、んそれをちょっとちゃんと撮ってますんだ、この夏やり残したこと、はい、ご紹介しますか、後ほどね。変したんだ、うん、あ、なるほどね。昨日まではエミーさんだったけど、今日機種変したんだ
さあ。さあ、ツイキャスでお聞きの皆さん、もう今週のメッセージテーマは夏やり残したこと2018でございます。メッセージお待ちしてます。よろしくお願いします。お願いします。34度。ね、何残したこと、レナ何かな。一回しかビーチパーティーしてない。おお、一回か。まあそうか、まあ普通、まあ、結構やっぱしょっちゅうやるもんね。今年やり残してはないか。残してはいる。やってはいる。やったけど、でも、もっとやりたかった。なんだろう、この夏やり残したこと。いやー、それはでも忙しくしてたからあるんじゃない、いっぱい。やり残してる、やり残してる。結構やり残してるよ。CM。ラストライブが開催。そうそうそう、9月15ね、まあ、16にもイベントがある。15、16登場するのは15。うん、やばい、混みそうですね。行きたいけど。なるほどね、うん、え、普通に行かない、なんかボーラー。痛さ相談したいってどういうこと。来たら相談したい。なるほどね。来たらじゃあ。来たらね。来たらいいね。来たらね。来るかな。来るかな。今日暑いからな。暑いからね。あの人ね、だってもう日が上がってると似合わないもんね。そうそう。ヒカルビーチとエヘムギナのことだけは話しといた。すごい。
さあサザンブリーズ木曜日お送りしております。ますはいはいすげえ久しぶりだから適当じゃねいやそうかチャンレナこんな人だった、はい、思い出したうん、じゃあですねメッセージご紹介しましょうか。はい、まずはシュプリームさん。シュプリームさんありがとうございます。はい、アズマックスちゃんレナちゃんこんにちは。こんにちは。いやほんとちゃんレナちゃん久しぶりって久しぶりいやー本当にシュプリームさん、はい、やっと言えました。やっと言えた8月初言えましたありがとうございます。初シュプリームいただきましたか。初シュプリーム、はい、よかったです続いて、こちらエミーさんありがとうございます。ありがとうございます、ね。今日スマホ機種変したというところでね名前がねちょっと変わって速報ですね、エミー速報いただきましたありがとうございます。リニューアル、はい、でそんなエミーさんがですね、アムロちゃんの効果で職場の人に、うん、ギノワンってどんなとこってよく聞かれるようになりました。もっとギノワンのこと知らないとって思ってますということで聞かれてからねあって気づくことありますよね。まあまあそうだよね。まあだって9月15、16ですかね、まあ、15日がねいよいよ最後の、まあ、人前に出るね時ですけども、まあすごいでしょうね盛り上がるでしょう。そうですね。いやもうやばいでしょう。今世紀一番のもあれですよね衝撃でしたもう、ねえまあ、今世紀ね、まあ、まだ18年しかないあとの80年ぐらい何が起こるかわからないから衝撃でもう盛り上がりを見せるでしょう、うんね、平成最後の盛り上がりってです、ね、そう平成最後の、さあそしてそのエミーさんが、ギノワンはトロピカルビーチと FM ギノワンのことはちゃんと話しときましたよってやった。ありがとうございます。で、エミさん、めいっ子がバスケのコートがあるビーチの近くに住んでる。お？宜野湾のどこら辺？宜野湾かな。これでもこれもしかしてあのチャタン？アラハ？かな。アラハかな。どうなんだろう。かな。アラハも。でもトロピンとこってあったんかな？バスケコート。あコンベンションのところってあるんかな？バスケコート。あなんかうろ覚え。あまあ、広いからありそうだもん ありそう。あんだけ芝生のところもあるし、うん、ありそう。ありそうではありますね。つけてこようかな今から、ね、なかったらなかったらここですよってここですよここどうぞ宜野湾のどこら辺ってどこら辺って言われても難しい。チャタンっぽいけど ねこんな感じだったら、ねまあ、だからトロピカルビーチってところはさっきねあのコンベンションセンターってね、はい、ところがあると、まあ、場所で、まあ、あるとしたら、まあ、トロピカルビーチの近く、ね、その辺りかねその辺りかなっていうふうには思ってますから、つけときます。うん、うんうん、つけてきてって、うん、ちゃちゃっと言ってねちゃちゃっと言ってくれるちゃちゃっと言ってくんでえいってぶさして帰ってきます、うん、はい恐ろしいな、でそしてもう一つ大塚健二さんもありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。おーレナさんということは先生も今日来てるのかなってかな。東京は現在34度で暑いですと。34度、暑すぎる。暑いなー。暑やばもう沖縄ほんと涼しいわ。そう考えたら本当です ね、 ね、で大塚さんが今週のメッセージテーマということで、うんこの夏やり残したこと、うん、東さんとボーリングやろうってまあ言ってたね。でさ次のメッセージで千羽田先生が来たら相談したいな。一人ボーリングした気持ち平気で行かないって言われる痛さ相談したい。俺が断ったやつね。あ断って一人ボーリングしたんだ。あー聞いてあげる聞いてあげるでしょう聞いてあげるかもしれない。慰めてくれるかもしれないかもしれない、はい、ということで平気で行かないと言われる痛さ。いやでもあれね、昨日からちょっと紹介してますけど、あと後ほどまた紹介しますけど、 FM 宜野湾主催のチャリティーボーリング大会ありますから、うん、9月15日あ安室ちゃんがチケット取れないよ引退するあの日やりますから。あじゃあぜひそれも一緒にね来たら、ね、来たらいいじゃん。来たらいいのに、ね、その日そのちゃんとチャリティーボーリングは僕出ますからね。行くよ、ね、チャリティーボーリングに
僕はやるから。そう、それでそれで、うん、ね、一緒に実現できますよ。そうそうそう、すぐさま、すぐさま実現。来てくれたらね。ね、うん、来るだけでいけるんだ。うんうんうん。ぜひぜひぜひ、ね、お願いしますもん、ね、で続いてメール、はい、でご紹介しましょう。ありがとうございます。ラジオネーム進撃のめいちゃんさん。めいちゃんさん久しぶり。はい、アズマックスさんとチャーネナさん、本日お疲れ様です。めいちゃんです。今日はお仕事早出で多分休憩中に聞けちゃうかなって感じです。では最近ゲストが多くてなかなかテーマ触れてなかったですけどねっていうことでこの夏やり残したことありがとうございます。いただきました、うん。海に行ってないこともそうだけども、あ、朝まで起きて遊んだことをこの夏あんまりやってないな。あ、なるほど。以前は、友達とトロピから近い、うん、あのスポッチャで朝まで遊びましたね、うん、やったやった朝3時ぐらいからマッサージチェアで休み休みしてましたわかる、カラオケとかで食べる。では楽しく聞かせていただきます、はい、休憩中に聞けなければ後ほど聞きますね、うん、ということでいただきました、はい、ありがとうございます。はい、はい、朝まで遊ぶね。朝まやっ確かだって私18歳の時、うん、18歳の時か、うん、居酒屋で、うん、ノンアルコールだから元気なんでしょうね、うん、入れないはずなんですけど、うん、そこでノンアルコール飲みまして、はいはいはい、あと夜12時 になったんだ、うん、12時になってその時飲んでた場所がソフトドリンクだけど、うんうん、合わせで飲んでました、うん、でその後ギノワンまで移動して朝までスポーツやってましたね、うん、なんて体力なんでしょうね。やばいね、恐ろしいねいやいいね俺でもそう考えて俺まだこのギノワンのところのラウンドワンのスポーツ行ったことないの、うん、うん、そうなんですか、うん、行ったことない。行きましょう。あ、ボーリングもあるし。ボーリングもある、確かにあるねチャリティーの前に練習練習であそこでもだからね、大人数でみんなで行ったら楽しいもんね。楽しい。ああ、最近やってないな。全然俺もそんなんやってないだよね。大人になったんだな。本当です海に行ってないこともそうだけど、まあ、海にも行けてないですね。ああ、まあそれは夏っぽいね、確かに行けないってことは、うんうん、夏ならでは。はい、で続いていただいてますのが、はい、やり残したこと、うん、夏というか今年はまだ沖縄行けてないな。あら、そういえばまだ会えてないです。本当ですよ、ね、マンションの、高額な更新料や車検、嫁の相次ぐ海外旅行、我が家火の車です奥さんは海外行ってんだシュプリームシュプリームさんは沖縄にさえ来れてないのに、そう、行けてないのに奥さんはもうしょっちゅういろんなとこ行ってんだ自由ですね。自由だな残念まあでも少しでもね、うん、こうやって FM 技能聞いていただいてね、うんうん、メッセージいただいて、うん、少しでも沖縄の気持ちをね、そうですね、お届けできてたらいいな、味わっていただけたらなと思いますけども、うんうん、いやそれは大変だリアルリアルなやつだ大塚さんがなんでだろう涙が出そうってシュプリームさんのやつ確かに悲しくなっちゃうやつ、ね、悲しくなっちゃう一緒に沖縄来たらいいじゃん ね, ね, そうね、奥さんと、そう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 、奥さんと来たらいいんだね。したら、ね、奥さんも全てが、まあ、全てが、ね、全てが円満にいく全てが、でそんなシュプリームさんが今昼食を食べ損なって今、うん、アメ横の中華屋台に来てる。でいい、隣のぽっちゃり2人組女子が爆食中です初めて聞いたわ、爆食中爆食中そして手びちをうまそうにしゃぶる沖縄の風だあれだね、あの千と千尋のお父さんお母さんみたいな感じのあれか、豚になっちゃうよあんな感じでいただいてるってやつね、あんな感じになっちゃうよ、うんご報告ありがとうございます。ご報告ねお腹すくねえ、すいちゃうな、でそしてエミーさんが、昨日いただいてました、はい、この夏やり残したこと、うん、どこにも行かなかったなって、だって借家の更新と車検でお金が飛んだからみんな一緒かみんなもうお金のこと一瞬忘れよう、一緒だ、この夏沖縄に行けなかった悔しさ年末に爆発させる、待ってろ沖縄ってことで、ってことは年末来てくれるんですか、ね、エミーさん年末にお待ちしてますよ、ね、
うん、寒いですよ意外とね意外と寒いですよ意外と、うん、ちょっと肌寒いかもしれない。そうね、さあというところなんですけども、チャンレナはどうですか、夏やり残したこと。夏さっきねちょっと聞いたら、ありすぎてわからんって逆にみたいなそうわからない言ってましたけども、そうですね、この夏旅行確かに1回も行ってない。今年は旅行行ってないし、結構毎年行ってたの。毎年行ってました。2、3回は行ってたけど、今年はどこにも行ってないですね。うん、去年とかはどこに行ってたんですか。去年大阪と、うん、あと東京、千葉行ってましたね。結構行ってるね。結構行って遊園地巡りしてました。いやいいね。でもそこも、ね、今年おとなしいね。今年おとなしくしてる。おとなしい年なのかね。おとなしい年。今年は。そんな年になった。落ち着いた年になった。落ち着いた年になりました。旅行でも行くとしたらどこ行きたい？ああそうですね。うん、今ちょっと北海道ね、前から行ってるんですけど、北海道か。いいね、ちょっとねもう一回富士急にリベンジ。へえ。かも一人で。うん、ちょっと最近旅行行きたくて、うんうんうん、一人でなんか寺とか巡りたいですね伊勢神宮とか行って。伊勢神宮いいね行ったことある？一回もなくて行ってみたいって言ってすぐ帰ってくるっていう旅をしたいな、うん、一人で。伊勢神宮は一回だけ行ったね、うん、あそうなんですね、うん、大阪時代に。いい、はい、大阪から伊勢の方までね、みんなで男何人かで原付の旅で、うん、原付、はい、ツーリングでツーリングで行きましたね。楽しそう。本当に楽しかったよ、うん、途中はすごいまあ自然に囲まれてるとこだから、うん、ちょっとなんかお蕎麦屋さん行ったりとか。あいいですね、綺麗な風景見ながら食べたりとかして行ったんですけどもね。楽しい思い出だ、いいですよ。あそこに行ったら、うん、おかげ横丁だったかな。おかげ横丁、要はその結構昔の雰囲気がのやレトロな感じ結構残ってて、有名な赤福って。赤福好き。あの赤福の本店があるのよ。だ出来たての赤福を食べる。いいな。だってライカまでめっちゃ並んで買いますもん、あれ。あ、そうでしょ。あれでもだから関西の人は結構すぐ買えるから。いいな、美味しいですよね。美味しい、行きたいな。いいですよ、伊勢神宮、うんうん、おすすめでございます。はい、でメッセージでエミーさんが、年末もう行きますと、うん、ホテルも飛行機もレンタカーも予約したって。もう完璧。じゃあもう完璧。もうね、いつだ、いつ来るんだって、ね、それ教えてくれたらもう、もうね、あとはもう FM 機能に来ればもうそれで OK だ。はい、はい、でシュプリームさんが、はい、まず FM 機能の関東支部オフ会でもありますか？あるんですか？いやでも大塚さんも関東の人だから。そうだよね、主催しちゃえば、うん、そう、結構関東の人いるから、うん、FM ギノワンのこのリスナーさん。あ、そうなんだ。じゃああとはレナと東さんが、うん、もう行けばいいんだ。行けばいいだけだから行けばいいだから行けばいいんだ、うん、ねえ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 、うん、それいけんじゃない？いけるいけるいける。楽しそう。ちょっとたくさん集まってもらって。あ、俺ね10月行く。え、めっちゃ東京に直近じゃないですか。東京に10月行きます。嘘やる？関東支部オフ会。関東支部オフ会、サザンブリーズリスナー関東支部オフ会。楽しそうね。他のアシスタントさんとかもね。いや、そりゃ無理だろう。そりゃ行こうっていうのはなかなか無理だけど。ダメダメですか？行きたい人、そりゃ行きたい人はまず自分でお金出してくれたらいいよ。俺は連れてかないけど。なんだとか言って。そりゃ無理だよ。なんだなんだよ、その彼女でも何でもねえんだから。なんだ。スケジュール詳細教えてねって。エミーさんも関東の人か。そうかそうか。多いね。なんかすぐでね、電車でって簡単に行ってる今。うん、オッケーです。ちょっとね、それ考えましょうかね。うん、楽しそう。本当に。シュプリームさん、やろう。OBP 呼ぼう。それは呼ばない。アイドルね。アイドルグループ。それは呼ばないかもしれない。簡単に言う。それは、事務所の方とかいろいろ調整があるんで。そうですね。なんか、ね、それは無理かな。まあ、ね、沖縄に来てくれ。チャンレナが東京にいたらね。うん、チャンレナだったらすぐ呼ぶんだけど。
あんまりしがらみなさそうだから。ないないない。すぐ読むけど。すぐ行く。じゃあちょっとそれ計画しようかな。別にオフ会っつっても別に僕とね会っても、うん、飲んだりとか喋るぐらいでございますけども、うん、よかったらじゃあちょっと考えていきましょうか、うん、はい、ありがとうございます、うんうん、ではですねここで1曲、はい、お届けしましょうか。ラジオネーム進撃のメイチャーさんからいただきました、はい、リクエスト曲、イガールズで踊るポンポコリン。さくらももこさん、関東、そうね、東京、まあ行くから、うん、金曜、10月の6日の夜ぐらいだっかな、あ、6日だっけ、金曜、5日かな、そうなんだ、5日、10月、もう5回、10月5日の金曜日に行きます。仕事でですか。うん、遊びに。超仕様で。でも自由聞くじゃないですか。でももう土曜日の夜には帰るんだよ。じゃあだん、ちょうだが。で、だから、で、土曜日のお昼に、まあ、用事があって、うん、済ませてって感じだから。うん、今日はチャンレナが来ているということで先生も来るかもしれないので悩み相談も ね、いくつでも時間のある限りお届けしますよ。しますよ。崎陽軒のシュウマイね、いいね。横浜ちゃん、レナちゃんへのお土産。横浜崎陽軒って知ってる？なんか赤いやつですか？あれじゃない？わかんない。崎陽軒の、あ、それ多分蓬莱じゃない？あれ、豚まんじゃない？あ、そっか。赤いやつ。それ関西のやつ。あ、そっか。関西のやつ。まあでも崎陽軒のシュウマイって、まあ、まあ有名なやつ、ね。あ、じゃあそれで。買っても1ヶ月合わねえからな。この人。腐れる。1ヶ月なかなか合わないからな。それでそれで当たり前感。じゃあニュースいきますね。FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。 FM ギノワンは毎日面白い番組をいっぱい放送中。このコーナーでは FM ギノワンのおすすめ番組や新番組、リスナープレゼントをご紹介します。まずは西日本豪雨災害義援金のお知らせです。2018年7月の西日本を中心とした大規模豪雨災害により各地で甚大な被害が発生しております。
そこで FM 宜野湾では被災された方々を支援するため、宜野湾市民の方々にとどまらず、多くの方に広く呼びかけ、義援金を受け付けております。皆様からお預かりしました義援金は、宜野湾市社会福祉協議会を通じて被災地復興に活用してもらう予定です。FM 宜野湾での西日本豪雨災害義援金の受付は、口座振込も行っております。振込先ですが、沖縄銀行、口座番号が 1855259、 口座番号が 1855259、 口座名義が株式会社 FM 宜野湾、また義援金箱も局に置いてあります。義援金の受付、9月15日土曜日までとなっております。皆様のご協力のほどよろしくお願い申し上げます。続きまして、 FM 宜野湾チャリティーボーリング大会のお知らせです。その前に、FM 宜野湾市社会福祉協議会からのお知らせです。FM 宜野湾市って言って。宜野湾市。宜野湾市。宜野湾市社会福祉協議会からのお知らせです。はい、チャリティーボーリング福祉バスへストライク。期間が平成30年7月1日から9月30日まで。場所が宜野湾ボール、レーントゥーセントラル、町なとボール。参加費は2ゲーム代込み、靴代は別で1500円です。またこちらは市民の皆様に気軽に集える場所としてチャリティーボーリングを実施いたします。本収益金は地域福祉団体などが使用する福祉バスの購入費用に充てていきます。そこで FM 宜野湾ではチャリティーボーリング大会を開催します。はい、宜野湾市社会福祉協議会さんは、福祉バスの老朽化に伴い購入資金確保の取り組み中、今年で最終年を迎え180万円が目標。そこでみんなで楽しみながら福祉バス購入実現に協力しましょう。日時が9月15日土曜日18時30分から。場所が宜野湾ボール。料金は2ゲーム代込みで1500円。懇親会もあります。定員は40名です。申し込みは797@fmgino1.com。 お電話番号は 098-943-0094、 098-943-0094、 FM ギノワまでよろしくお願いいたします。はい、さあそしてこちらもまだまだお知らせありますよ。いよいよ明日明後日に迫ってるというところで、こちらエビケンスーパーライブ in 沖縄のお知らせ。はい、こちらエビケンさんってチャンネルさんご存知ですか？エビケンさん、エビエビケンさん。おう、エビケンさんのパンチが強いこちらね、まあ要は、ダンサーの方なんですけど、うん、アメリカズゴッドタレントっていう、まあ、あのテレビ番組みたいなのがありまして、うんうんうん、そこでまあもうずば抜けたパフォーマンスをしまして、で優勝、すごい、賞金100万ドル。すごい。100万ドルといえば100万ドラのやけ、うん、だけど日本円で言うと100万かける100円、はい、100万ドルかける100円、はい、あ、1,2,3,4,1,10,100,1,000,10,100,000円、1億円。1億円やっばー、計算遅い億男だ、億男、はい、のアメリカンドリームを達成したエビケンさん。エビケンさんすごい。その、パフォーマンスライブがですね、沖縄で見れるということで、明日明後日沖縄市民小劇場アシビナーにて開催いたします。すご、はい、こちら、前売りがまだあるのかなと分かりませんけども、まあ、前売り5,000円、当日5,500円になっております、うん、で明日8月31日金曜日は会場6時で開演6時半から、同じく9月1日土曜日も会場6時開演6時半となっております、うん、おい、ぜひですね皆さん、この世界基準のね、このパフォーマンスぜひ見てみてくださいませ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、こちら、昨日ですね、はい、ゲストにお越しになっていただきました、JC 日本青年会議所の方々からのイベントの お知らせというところで、うん、まずこちらもね、同じく9月1日なんですけども、9月1日土曜日に伊東屋 DMO フォーラムというですね、地域の枠を超えた魅力づくり、事業創造ができる組織の形成の、フォーラムが行われます、こちらトミングスク市立、
中央公民館にて行われます。開演が11時で、13時までの予定となっております。はい、でさらにですね、こちらその後にも同じく JC さん主催の、催し物ございまして、それが、若者応援未来への道しるべということで、第1部第2部と分かれてるんですけども、第1部の公演にですね、元 NHK アナウンサーでとしての活躍されています堀潤さん、ね、堀潤さん、はい、という方がいらっしゃるんですけど、その方の講演会がまずあります、はい、こちらが Yes or No あなたのアンサーメディアとのお付き合いということで、また、ね、いろんなことをお伺いできるというところでございます、はい、で、さらに第2部はパネルディスカッションとなっておりまして、私たちの沖縄これからの沖縄というところで、ご登壇いただくのが先ほどの堀潤さんと、パネリストで大庵綾子さん、台湾人と日本人のハーフの大庵綾子さん、そして、ミススプラナショナル2018日本代表の中本ゆりかさん、はい、スプラナショナル、あの要はあのミスインターナショナルとか、なんかそういうコンテストのですね、日本代表ということでございます。すごい。でさらに、こちら、メジャーデビューもされているミュージシャンの、ね、上間彩乃さん、はいはいはい、このお三方、まあ、それぞれ沖縄出身の、ね、うんうん、方々もご登壇されて、うん、沖縄についてちょっといろいろお話ししていただくという講演会ございます、はい、こちらが同じく豊見城市立中央公民館にて14時から16時でございます、はい、で、最初にご紹介した糸屋 DMO フォーラムなんですが、こちらは入場無料となっているんです。しかしながら、今ねご紹介しました、若者応援未来への道しるべ、こちらは、申し訳ないんですけども入場料あります、はい、こちらは入場料1000円と、うん、かかっております。でチケット取り扱いは、宮脇書店7店舗、早原店、慶塚店、大山店、三郷店で、イオン名護店、豊見城店、イオン豊見城店と、さらに純駆動那覇店にもですね、はい、取り扱っております、はい、で昨日ですねこちらゲストお越しになっていただきまして、素敵なプレゼントをいただきました。なんとこの当日、会場に行きましてですね、はいはい、受付のところで FM ギノワン聞きました、サザンブリーズ聞きましたと言っていただくと、はい、先着5名様につきまして入場無料と、すごいなっております。プレゼントいただきました、ありがとうございます。ぜひですので、ぜひ皆さん、足を運びくださいませ、よろしくお願いいたします。先着5名となっておりますので、よろしくお願いいたします、はい、以上FM ギノワンニュースでした。つい最近やったんですよ、プリキュア子供の国で。マジか。8月19日。連れてきたかったな。また今度会ったら教えてね。はい。やばい。CM 明けも行こうかな。行きますか。コーナーね。あのコーナータイトルから行きましょうか。ささささ。来た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 。久しぶりに来た。ツイキャスの皆さんのために立ち上がって全身見せない方がいいです。何ですかこれ。来ましたよチャーレナ先生、来ましたよ。何喜ぶ人いるの。いるいる。
きますね。はい。教えて、ジャネナ先生。相談室へようこそ。ようこそ。ジャーネナ先生、お久しぶりです。ごきげんよう。いや、1ヶ月ぶりだけど、なんとかタイトルコールうまいこといきましたね。よかった。ちょっとジャーネナ先生、僕個人的に相談あるんですけど、いいですか？仕方ないわね、聞いてあげるわよ。ありがとうございます。あの、友達でみんなでね、バーベキューやろうって言ってるんです。バーベキュー、うん、BBQ のことかしら？そう、BBQ。 どうしたの？やるって言ってるけど、なかなか上手にお肉を焼けないんですよ。お肉を焼けないの？そうなんです。どうやったらいい感じにお肉焼けるんですか、教えてください。あら、それは問題ね。うん、お腹壊しちゃうもんね。そうなんです。わかった、お肉を薄切りにするといいわ。なるほど。大きいお肉じゃなくて薄切りの小さいお肉でいいの。そうなんですか。そう。ちょっとチャルナ先生、チャルナ先生はちなみに大きいお肉と小さいお肉薄切りのお肉どっちが好きなんですか？そうね、ソーセージが好きね。チャルナ先生、そこまで求めです。バーベキューといえばあるでしょ？そうですね、あの四角いカットの、四角いカットのね、バーベキュー専用の、ありますね、置きやす、焼きやすいやつ、コロコロしないやつね。あ、それがいいんですね。はい、わかりました、ありがとうございます。うん、いやー、チャルナ先生、1ヶ月ぶりの破壊力すげえや。でも、あのコロコロしないやつあんまり美味しくないよね。美味しくないんだ。好みじゃない、うん、コロコロしてる方が、コロコロしてる方がバイエルン、ね、バイエルン。すげえぜ、チャルナ先生やっぱり。じゃあチャルナ先生、はい、今ですね、はい、迷える子羊たち、子羊たちが、生徒の僕の友達がね、うん、すごい悩みをね、聞いてくれって言ってくるんですよ。あら、で聞いてもらっていいですか？あらあら、仕方ないわね。じゃあいいですか、まず、はい、友達の、はい、大塚健二君。どうしたの先生？はい、埼玉から沖縄に行ったにもかかわらず、はい、ボーリングしようって、東さんに言ったのにあっさり断られてしまいました。ショック多すぎて、大きすぎて寝込んでしまってます。どうにか立ち直らせてくださいって。あの、もしかして保険証を忘れた大塚健二君かしら？そうみたいです。あ、月始めは必ず持ってきてって言ってるのに。もうでも月終わりだ。8月終わっちゃう。ボーリング、なんで東くん断ったんだろうね。ボーリング、かわいそうに、ね、慰めの言葉かけてあげてください。瓶を10本集めて。10本集めてどうするんですか？転がす。もう一回沖縄に来ればいいじゃない。もう一回来たらいいよね。で、瓶を10本持ってね、東さん、チャルナ先生って大塚くんって会ったことありましたっけ？ありますね。ありますよね。ありますよ。いや、どこでもボーリング、どこでもボーリング。すぐできるわ。あ、できるかも。そうですね、なるほど、どこでもボーリング。なるほどね、常に瓶を10本持っとけと。そしたら会った瞬間にできるじゃないかと。そうそう、そういうことですね。そうよ、わざわざ時間を作らなくても、そうそうそう、持ってたらいける。隙間ボーリング。あ、なるほどね。はい、ちょっとちょっと合間でね。そう、はあ、なるほど、わかりやすい、さすがです。大塚くん、瓶持参で行きますということでございます。マイボール、マイシューズ、マイピン。あ、大事ですね。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、そしてもう一人友達が相談してるんです。何かしら？シュプリームくん。シュプリームくん、はい、どうしたの？相談あります。はい、嫁の
爆食が止まりません。爆食。最近セルライトも目立ちます。爆食をやめダイエットさせる方法ありますか。さっきから爆食の話ばっかりしてるわね。多いですねお願いします。爆食やめ、うん、こればっかりは個人の問題ね、うん、そうね。爆食するものを全部野菜にしてみたら、野菜ですか。なるほど。でもお肉も必要ね。あ、やっぱり愛が足りないんじゃないこれ。あ、やっぱそうですよね。 愛が足りなくて寂しくて、その隙間を食べ物で埋めちゃってるの。あ、そうか。シュプリームさんの愛を奥さんにあげてあげてなるほど。だから頻繁に海外旅行も行くんですね。そうよ、寂しいのよ。そう、絶対そう。お花を持って今すぐゴー。なるほど、わかりました。いや、今日もチャンハネの先生やっぱりいいですね。すごい、やっぱり1ヶ月に1回がもしかしたらちょうどいいのかもしれない。そう、ちょうどいい、絶対そういや、今日もみんなの相談乗ってくださいましてありがとうございます。これでいいかしら。はい、じゃあ何か一言最後にメッセージお願いします。迷える子羊たち、また来月ね。チャルナ先生ありがとう。さあ、サザンブリーズ、こちら、この時間はですね天気道路交通情報をお伝えしたいと思います。まずはお天気からいきましょう。今夜30日のお天気は南東の風晴れ、波1メートル、降水確率は 10% です。明日31日のお天気は南東の風晴れ、昼前から時々曇りとなっております。降水確率は 10% です。で、明日朝最低気温が26度、日中最高気温が32度となっております。はい、で、まあ、週明けにね、まあ、もしくは台風がね、こちら沖縄本島近づいてくる可能性ございますので、うん、十分情報の方皆さん、入れておいてください。よろしくお願いします。はい、以上お天気でした。続いて道路交通情報いきましょう。さあ、現在の、まずは一般道からいきましょう。王者名から前原向け渋滞しております。王者名から前原向けが渋滞です。続いて漬け欄から茶壇向け、漬け欄から茶壇向けが渋滞です。そして伊佐から茶壇向け、こちらも渋滞しております。はい、その他宜野湾周辺はですね、比較的スムーズに、行っております。前方に注意して安全運転でお願いします。続いて沖縄自動車道も行きましょう。現在は、はい、こちら沖縄道上り、宜野座インターチェンジ付近故障車止まっております。沖縄道上り宜野座インターチェンジ付近故障車止まっております。この辺りね、運転する皆さんは前方に注意しながら運転の方お願いいたします。その他もぜひ、スピードをね、出しすぎないように安全運転でお願いしますね。以上、道路交通情報でございました。スイカス切った。さあ、お送りしてまいりましたサザンブリーズ木曜日でございます。チャレナ1ヶ月ぶりですけども、ラジオいかがでしたか。はい、やっぱりね、うん、月に1回だとちょっと緊張感がちょっとだけ出ちゃうみたいな出ちゃいますね、うん。先生も来てくれてよかったですね。よかったです ね本当に。先生今日キレッキレでしたねもう次回からね、保険証をしっかり持ってきた方がいいかもしれないですね。保険証はね、必ず持ってきてくださいませ本当にもう受付でも弾かれますから。弾かれますから本当はね
よろしくお願いします。さあ、サザンブリーズ、ね、お送りしてまいりましたけども、まあ、今週の、ね、メッセージテーマ、夏やり残したこと2018、でございますけども、今日ですねメッセージ送れなかったっていう人ご安心ください。まだ明日もね同じメッセージテーマで、うん、お送りしますよ。ですので、まあ、こちらもね、メール、ツイキャス等々でね、はい、ご覧になっていただきまして、送っていただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。はい、ということでございまして、この後はですね、FM ギノワンでは、シンガーソングライターゆうきさんによりますそら豆ラジオをお送りいたします、はい、ぜひそちらもお聞きになっていただきまして、はい、メッセージ送ってください。よろしくお願いしますね。お願いします。はい、さあ、ということでございまして、チャンネルだから次だから来るのはもしかしたら9月の末になるかどうかというところで、そうです ねございますけども、まあ、先生もね、先生もね来れるようにそうです ね毎回来るかどうかもうヒヤヒヤですから、ヒヤヒヤです ね、 ね、ぜひ来てほしいなと、ね、はい、思っております。はい、はい、これはこのコーナーは固くなり続けていきたいと思いますよろしくお願いします。お付き合いいただきたいと思います。そうですね、よろしくお願いします。というわけでございまして、本日サザンブリーズ木曜日、お相手私東克明と、はい、私チャンレナでお届けしました。はい、ではまた来週ね、よろしくお願いいたします。お願いします。ではさよなら。さよなら。月一で女の子の日全部そっち聞こえてきましたって。お月さんです。ひで出る週はその週みたいになってひどいわ、ひどいわ、恥もくそもない、ひどいわ、もう今のも電波乗せられないわ。ツイキャスだけだから先生の肩割れが西本、西木の方です。あ、はじめまして。このタイミングで、ありがとうございます。もうおしまいでございます。すいません。もしかしたら次の番組にも、もう怒られます。からでしょうか。じゃ今、終了してたもん、ね、終了していい。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。チャンレナ先生すごかったわとんでもないです。それ言います。僕も今度相談しましょうか。そう、相談して。相談送って。僕も今度相談送っときますね。ズバッと切られる気がする。ズバッと切られるからすげえ答えてくれるから。よいしょ、ありがとうございます。